5試合連続出場なしの鎌田がトルコ移籍を懇願。すでに1月末日で欧州を大リーグの冬の移籍市場が閉まったが、トルコの移籍市場は2月9日まで空いている。そのため、トルコの名門ガラタサライが再び鎌田の獲得に動くのではないかと伝えている。記事では鎌田は5試合連続出場機会なしという経験をキャリアで一度も経験していない。ラツィオと契約するときも、このようなことは予想もしていなかった。そしてスター選手は、クラブを離れる決断をしたとし、すでに5大リーグでは移籍市場が閉まっているため、ガラタサライはこの状況をアドバンテージに使える。新たなユニフォームを見つけることに苦しんでいる鎌田は、現在はガラタサライを希望していると、伝えている。鎌田のインスタのコメント欄ガラタサライに来てばっかでおもろいな。いろいろあるけど話が本当なら行った方がいいかと。ガラタサライは名門だし日本代表でも鎌田が必要だよ。この前までは途中からでも使われてたのにもう一気に使われなくなったね。ラツィオでも出れないでいると、本当に日本代表復帰どころか第一線での活躍がどんどん遠のく。トルコ行くくらいならドイツに戻った方がまだいい。プレミアかリーガにこだわって努力しかない。結果的にフランクフルトから出なきゃよかったね。今の代表候補で一番やばい状況。結局トルコに着地したらただ1年2年無駄にしただけで泣くしかないんだ。ドイツに戻った方がいいな。トルコに行ったら世界じゃなくなってしまう。ワオとかまで代表救ってくれ。